上を向いて歩こう。涙がこぼれないように思い出す春の日。一人ぼっちの夜。上を向いて歩こう。滲んだ星を数えて思い出す夏の日。一人ぼっちの夜。幸せは雲の上に、幸せは空の上に。上を向いて歩こう。涙がこぼれないように、泣きながら歩く。一人ぼっちの夜。思い出す秋の日。一人ぼっちの夜。悲しみは星の影に、悲しみは月の影に。上を向いて歩こう。涙がこぼれないように泣きながら歩く。一人ぼっちの夜。はい、こんばんは。今夜はね、上を向いて歩こうを歌いました。さて、今日もね、YouTube でライブ配信したいと思いますね。今日は月曜だからね、伊集院さんね。月曜日だね。ああ、今日もそうだったよ。よかったでしょ。でも、この辺、こっちのうちの方は雨降らなくてよかったね。うん。夏場はね、積乱雲が急に発達するんだから、よかったから、今のところね。うん。でも暑いね、昼間はね。まあ、交番の中は涼しいけどね。うん、オリンピックのスタンダードなのかな。僕のね、前が書いてるようにね、今年のオリンピックはさ、ね、無観客に、この無観客観戦はね、本当オリンピックのスタンダードになればいいと思うんだ。無観客観戦。結局これ、うん。ラジオはテレビで自分なんだ、みんながみんな接するのはさ、うん。結局、オリンピックにかかるのは、結局観客が入れてどうこうの問題だと思うんだ、あれ。無観客ってことに、ね、それをスタンダードにしちゃえばさ、当たり前しちゃえばさ、結構オリンピックから予算も随分ね、削れると思うんだよね。だから、ほんとスタンダードにしちゃう。こんな、そういう意味、今回の東京オリンピックは期待してます。うん、まあ、今日もね、YouTube ライブにしようかな。YouTube でライブ話し、カジゴの成功作品、2021年。8月の、無観客開催はオリンピックスタンダードになってほしいね、僕は。歩こう。涙がこぼれないように思い出す春の日。一人ぼっちの夜。上を向いて歩こう。滲んだ星を数えて思い出す夏の日。一人ぼっちの夜。幸せは雲の上に、幸せは空の上に。上を向いて歩こう。涙がこぼれないように泣きながら歩く。一人ぼっちの夜。思い出す秋の日。一人ぼっちの夜。悲しみは星の影に、
悲しみは月の影に上を向いて歩こう。涙がこぼれないように泣きながら歩く一人ぼっちの夜。はい、こんばんは。今夜はね、上を向いて歩こうを歌いました。2021年8月の2日月曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画をアップしてます。はい、こんばんは。キャラティーさん、こんばんはね。どうも。ブランドじゃないよ、普通の1階ですよ。1階ね。ケンコさん、どうもね、うん、どうもありがとうね、うん、頑張ってね、うん、ね。でこれだけ一連の言葉、頑張ってね。じゃあワンスモア行こうか。今夜は上を向いて歩こうね、うん、1階よ。ブランドじゃありませんよ、うん、上を向いて歩こう。涙がこぼれないように思い出す春の日、一人ぼっちの夜。上を向いて歩こう。滲んだ星を数えて思い出す夏の日、一人ぼっちの夜。幸せは雲の上に、幸せは空の上に。上を向いて歩こう。涙がこぼれないように泣きながら歩く一人ぼっちの夜。思い出す秋の日、一人ぼっちの夜。悲しみは星の影に、悲しみは月の影に。上を向いて歩こう。涙がこぼれないように泣きながら歩く一人ぼっちの夜。はい、今夜はね、上を向いて歩こう歌いました。どうも。ワクチン打ってないし、打ってませんよ、まだね。どうも、あきこさん、どうもね。うん、じゃあ、今度は2曲目、これいこうか。今夜2曲目。オリンピックの終盤になったとかで、オリンピックに関連で、これいこうか。栄光の架け橋、歌えるかどうかわかんないけど、栄光の架け橋行ってみよう。歌えるかな、ゆずの栄光の架け橋。誰にも見せない涙があった。人知れず流した涙があった。決して平らな道ではなかったけれど、確かに歩んできた道だ。あの時思い描いた夢の途中に、今も何度も何度も諦めかけた夢の途中、いつもの日々を越えてたどり着いた今がある。だからもう迷わずに進めばいい、栄光の架け橋へと。悔しくて眠れなかった夜があった。怖くて震えていた夜があった。もうダメだと全てが嫌になって言い出そうとした時も、思い出せばこうしたく、こうしてたくさんの支えの中で歩いてきた。悲しみや苦しみの先にそれぞれの光がある。来たのかな、ごめんなさいね。難しいね、うん、難しいな、ほんとだ。難しいね、やっぱアカペラ難しいな、ほんと歌えねえな、うん。ゆずのですね、こんばんはね。ゆずの栄光の架け橋、うん、難しいね。他の歌おうか、まあ、いつものこれ行こうか。あの子のほんとですね、そうか。これだけね、もうこういうなんてしない。
君がいないと何できないな、どうしたらいいの。森進一か、江戸美咲か、あ、健吾さん、ちょっとわかんないね。うん、エリオン岬か、うん、エリオン岬行ったら、エリオン岬。エリオン岬、今度はエリオン岬行ってみよう。季節外れですかね。まあ、これはこれでいいね。うん。じゃあ、エリオン岬行ってみようか。しんちゃんのやつね、森進一ちゃんのやつ。行こうか、エリオン岬。どうも。わかんない、ブチャラティーだ、ごめんなさいね、まだね、わかんないやね、難しい。北の町ではもう悲しみを暖炉で燃やし始めてるらしい。わけのわからないことで悩んでいるうち老いぼれてしまうから、黙り通した年月を拾い集めて温め合おう。襟もの春は何もない春です。君は2杯目だよね、コーヒーカップに角砂糖一つだったね。捨ててきてしまった煩わしさだけをくるくるかき回して通り過ぎた夏の匂い思い出して懐かしいね。エリモの春は何もない春です。シビの暮らしは嫌でもやってくるけど、静かに笑ってしまおう。生きてることだけが生きることだと飼いならしすぎたので、身構えながら話すなんて、ああ臆病なんだよね。エリモの春は何もない春です。寒い友達が訪ねてきたよ。遠慮はいらないから温まって行きなよ。あ、北本さんこんばんはね。どうも。あ、こんばんは。うん、いつものようにさりげなくね、生存確認を一貫としてやってますよ。どう、あ、青春時代行ってみようか。青春時代、森田光一さん、トップじゃらんね。うん、今度行ってみよう。青春時代森田光一さんね、うん、北海道出身だっけ、この人。確かね、青春時代。ね、そうだね、森田光一さんって北海道だよね、地元に。確かね、青春時代行こうか。卒業までの半年で答えを出すと言うけれど、二人が暮らした年月をなんで測ればいいのだろう。青春時代が夢なんて後からほのぼの思うもの。青春時代の真ん中は道に迷っているばかり。二人はもはや美しい季節を生きてしまったが、あなたは少女の年を過ぎ、愛に悲しむ人になる。青春時代が夢なんて後からほのぼの思うもの。青春時代の真ん中は胸に溶け刺すことばかり。青春時代が夢なんて後からほのぼの思うもの。青春時代の真ん中は胸に溶け刺すことばかり。どうも、コトさんどうもね、ゼロさんどうも。今歌った青春時代ね、じゃあ今度これ行こうか。この歌。
銀行の最後が銀行の歌。これもいいね、銀行の歌。なみきみきこさんのやつね。どうも。赤いリンゴに唇寄せて、黙って見ている青い空。リンゴは何にも言わないけれど、リンゴの気持ちはよくわかる。リンゴかわいや、かわいやリンゴ。あの子よい子だ、気立てのよい子。リンゴによく似た可愛い娘。どなたが言ったか嬉しいわさ。軽いくしゃみも飛んで出る。リンゴかわいや、かわいやリンゴ。朝の挨拶、夢の別れ。愛しいリンゴにささやけば、言葉出さずに小首を曲げて、明日またねと夢見顔。リンゴかわいや、かわいやリンゴ。歌いましょうか、リンゴの歌を。二人で歌えばなお楽しい。みんなで歌えばなおなお嬉しい。リンゴの気持ちを伝えようか。リンゴかわいや、かわいやリンゴ。はい、松本さんどうもね。これはリンゴの歌だ。じゃあリンゴとくれば今度これ行こうか。果物つながりで、今度この歌。今度これ行こうか。バナナの涙行こうか。バナナンボ、バナナンボ、男の子の気持ち、はてな、わからないの。男の子の気持ち、はてな、不思議ね、変なの。真っ赤な夕日が起きたら不機嫌ね。せっかく二人で泣きてに来たのに、さっきはあんなにはしゃいでいたけれど、仕方がないわね、天邪鬼なの。くるり背中向けて、小の陰のままで。こんな風に友達でいるのは僕は嫌だよ。あぜんバナナの涙。瞳にキラリと光るバナナの涙、責めてるのね。女の子の気持ち微妙、どうしましょう。女の子の気持ち微妙、焦るわ、参った。砂浜しゃがんだ姿勢で拗ねたまま、その訳大きく指で書いてる。恋人みたいにイチャイチャもいいけど、恋ってそんなに甘くないのよ。バカね、こっち向いて髪をかき上げて、とっておきのキスをしてあげるわ、世話が焼けるね。うふふ、バナナの涙。素直で入れたらいいね。バナナの涙、果実のまま、青いままで。男の子の気持ち、はてな、悩んじゃうわ。男の子の気持ち、はてな、お手上げ、ごめんね。バナナンボ、バナナンボ。ほんと、この歌を歌うと、ほんと、女の子の歌に、バナナ入れたくなっちゃうね。あ、どうもね。あ、玉川さん、どうも。両方好きよ。マミちゃんも、イキちゃんも、可愛いもんね。両方好きよ。選ばない、僕は。ほんと。ね。じゃあ、今度、じゃあ、リンゴとバナナの次これ行こうか。次は。もう関連で、このセットも、もう関連で。もう、リンコと来てバナナ来てこのままだ。もう。
もう今の曲だね。桃色片思い行こうか。誰か桃色片思い。久々だ、桃色片思い。どうかな、これは誰だっけ、これ。桃色片思い。あ、つんくさんなんだね、これね、作詞家は。どうも、あきらさんどうもね。たばかさんどうもね。ダメなリクエストがあれ難しいんだよな。じゃあ、まずは桃色片思いね。桃色の片思い恋してる。マキマキと見つめてる。キラキラって目が合えば胸がチュルン。桃色のファンタジー。片思いらしい片思いなんて初めてしちゃいます。わかんないことがわかんないくらい好きみたいです。あの人には恋人いるかな。夢にだって出ちゃってきちゃいます。今異常になっちゃう。桃色の片思いしちゃってる。知らぬ間にしちゃってる。偶然に出会ってる。胸がキュルン。桃色の片思い恋してる。マキマキと見つめてる。キラキラって目が合えば胸がキュルン。桃色のファンタジー。誘いない、とても誘いない。だって緊張しちゃいます。分かってる、そうね、分かってる。告る時ね、気合い入れて話しかけましょう。勇気出して今期は即さよなら。会話になんてなってない。桃色の片思いしてるけど、両思い目指すけど、昨日より近づいた。胸がチュルルン。桃色の片思いキスしてる。マキマキと夢見てる。あなたには見えますか？恋の色が桃色の季節。桃色の片思いしちゃってる。知らぬ間にしちゃってる。偶然に出会ってる。胸がチュルルン。桃色の片思い恋してる。マキマキと見つめてる。キラキラって目が合えば胸がチュルルン。桃色のファンタジー。うぜぜかな、ごめんなさいね、こういさんね。今度。あ、黄色さくらんぼか。じゃあ、いいね。果物さん、今度黄色さくらんぼ行こうか。この果物つながりで、今度黄色さくらんぼ行こうか。あれは、浜倉さんのやつだね。あれ、確かね。黄色さくらんぼ。作詞はね、星野さんだっけ、確か。黄色桜も行きましょうか。ね、星野さんね、作詞がね、作曲が浜口倉之さんだ。どうも。若い娘は、お色気ありそうで、なさそうで、ありそうで、ほらほら、黄色いさくらんぼ、つまんでごらんよ、しゃぶってごらんよ、ツー。甘くて渋いよ、スリー。ワン、ツー、スリー。黄色いさくらんぼ。若い娘が、三人揃えば、ぺちゃくちゃ、ぺちゃくちゃ、コロコロ、黄色いさくらんぼ。お熱い話に、おしゃれな話に、へえ。おいしい話には、ワン、ツー、スリー、黄色いさくらんぼ。若い娘は、お脈がありそうで、なさそうで、ありそうで、なんだか黄色いさくらんぼ。触っちゃいやいや、ワン、離しちゃいやいや、ツー、ふざけてすまして、スリー、ワン、ツー、スリー。黄色いさくらんぼ、黄色いさくらんぼ。あ、どうもね、サバカンさんね。これは黄色いさくらんぼでした。じゃあ今度はこれいこうか。最後の、そうそう、最後のね、今日はこれで締めようか。
これで締めよう、今夜の最後は。あ、リンゴ、あ、そうだ、リンゴ殺人事件か。そうだ、それがあった。リンゴ殺人事件で締めようか。リンゴ殺人事件。あ、悲しいね、悲しいね。殺人現場にリンゴが落ちていた。ガブリとかじった歯形がついていた。捜査一課の腕利きたちも、鑑識課員も頭をひねってた。霧に浮かんだ真っ赤なリンゴ。謎が謎呼ぶ殺人事件。ああ、パイプ加えて探偵登場。ふに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 、男と女の愛のもつれだよ。アダムとイブがリンゴを食べてから、ふに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 ふ、後を絶たない。ああ、悲しいね、悲しいね。歯形に3つの虫歯の跡がある。キャンディー好きだと睨んだ探偵は、聞き込み張り込み尾行を続け、こいつと信じた男を引き出す。闇に紛れて大きな男、やってきました殺人現場。ああ、パイプ加えて探偵失神。ふに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 、男と女の愛のもつれだよ。アダムとイブがリンゴを食べてから、ふに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 、後を絶たない。ああ、悲しいね、悲しいね。アダムとイブがリンゴを食べてから、ふにふにふふに、後を絶たない。ああ、悲しいね、悲しいね。いや、ゴーシムさんか。最後、これすごく最後、男と女の子で、ね、これ歌えなくなっちゃった。リンゴ殺人事件だったら男の子女の子ね。これで終わろうか。最後、男の子女の子ね。ゴーさんのデビュー曲だ、これね。懐かしいな。君たち女の子、僕たち男の子、へへいへい、へへいへい、おいで遊ぼう、僕らの世界へ走って行こう。幸せ探すのさは任せてほしいのさ、へへいへい、へへいへい。夢があふれる一度の人生、大事な時間。ああああ、青空に、ああああ日が光る明るい風の中、髪をなびかせて、ゴー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 。微笑む女の子、見つめる男の子、へいへいへい、へいへい。愛の雨降る一度の人生、大事な時間。泣いてる女の子、振り向く男の子、へへいへい、へいへい。胸が震える一度の人生、大事な時間。ああああ、あの瞳、ああああ、好きなんだ。花火が上がるんだ、二人で手を取り、ゴー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 。男と女の子、心が触れ合えば、へへいへい、へへいへい。おいで急ごう、僕らの世界へ裸足で行こう。そうね、夕飯に、そろそろ夕飯かな。じゃあ今度の歌で締めようか。最後はこの歌で、夕飯の前はこれで、最後、今夜の最後はこれで締めようか。
悲しけりゃここでお泣きよ。涙拭くハンカチもあるし、愛が壊した君の心を優しく包む椅子もある。ぽっかり空いた胸の奥に詰め込む飯を食べさせる。そんな失恋レストラン、いろんな人がやってくる。好きな女に裏切られて笑いを忘れた道化師がすがる失恋レストラン。もうどけることもない今はね、えマスター作ってやってよ、涙忘れるカクテル。悲しきりゃここでお泣きよ。涙拭くハンカチもあるし、愛が壊した君の心を優しく包む椅子もある。愛をなくした手なしなどは恋の巻と使えない。だから失恋レストラン、なくした恋の吹きだまり。歌を歌えぬこの俺でも話し相手になれるなら、いっさ失恋レストラン、君のそばにいてあげる。ずっとねえマスター、歌ってやってよ、痛みを癒すラプソディ。悲しきりゃここでお泣きよ。涙拭くハンカチもあるし、愛が壊した君の心を優しく包む椅子もある。みんな帰った、その後で強がりきてたこの俺は一人失礼レストラン、まだ恋したこともない。そうさねマスター、ラストオーダーは出演までのフルコース。ねマスター、ねマスター、ねマスター、早く。はい、最後失礼レストランでした。どうもね、今日のお夕飯かな、お夕飯に行きたいと思いますね。ちょっと炒め物ね、今日も炒め物だから、ちょっと炒めてきますね。ちょっとね、今日焼きそばだ、ちょっと炒めてくる。じゃ今日のお夕飯だ。半額だったんで1万円するとね、このね、この太麺がこれ、じゃあこちらの麺を置いてみてくれ。こちらの、どうもね、これ、じゃあこちらの焼き、これで焼きそばね、うん、どうも、これ量が厚いのが 260g だ、今日は多いね。
はい、今日はね、大盛り焼きそばだ。太麺焼きそばで、どうも。今日は焼きそばよ。太麺焼きそば。ね、小松菜と鶏皮です。鶏皮炒めて、塩振ってね。で、麺を入れて、で、小松菜。味付け塩だけで。うん、うまい。今日、鶏皮前もち5回と2回といて。鶏皮の油で炒めた。うまい。じゃあ、鶏皮と小松菜の焼きそばです。塩焼きそばです。うん、うまい。鶏皮最高。うまいね、この歯応えがね。どうも、健吾さん、どうも。頑張ってね、サバチさん。いいかな？頑張ってください。じゃあ、鶏皮よ、そばよ。鶏皮と小松菜。小松菜はね、うまい買っといてある。3株分か。あ、冷蔵庫に半分ある。小松菜。小松菜冷蔵庫にあるの。小松菜と長ネギ入ってます。ナスはもうないね、使っちゃった。うまい。うまいね。やっぱこういう太麺が好きなのよ、僕は。うん。うん。うまい。うん。今日の一杯。塩だけ、胡椒今切れてんだよ、胡椒。塩だけです。あいつ塩だけ。塩でね、鶏皮にしっかり味付けして、それで焼きそば麺と小松菜入れて、あえて。油は鶏皮なんでね、鶏皮の油でね。じゃあ前も鶏皮湯がいといたやつ。じゃあこれで一杯いこうか。今日はこれで。ストロング系いこうか。セブンアンダイのストロング系、安いやつ。レモンサワー度数 9%、 ウォッカベースね。ストロング系のやつ、これいきます。今日はどうも。僕はどうかな。僕、女性はどうなの。女性に聞かないとね、そういうのはね。女性は太るのがいいんだろうかな。文章がないですよ。ほんと、小松菜と鶏皮と麺だけですし、あと塩だけで。
皆さんどうもね。生存確認期間だからね、歌大丈夫に歌ってますよ、どうもね。ネタはもともとありませんからね。ネタ動画じゃありませんから、僕は。ただの生存確認なんでね。ネタなんで最初からありませんから。ただの生存確認だからさ、それが嫌な人は来なくていいよ。ネタなんかもともとありませんから、だってただの生存確認。あ、こんばんは。ニコちゃんどうもね。神田がなくなったんだよね、もうね、確かね。大変もんだ。太めやつはよ。小松菜と鶏皮入れてね。これ小松菜ね。で、はい。ストロング系のサバイスはね。どうもそうだ、みさごさんどうもね。そうなんだね。いつもそうよ。まあ違うけどね、作業服に。鶏皮はうまい、鶏皮。この歯ごたえがうまいんだよ。まだ全部いつこの格好よ。今のところはね、夏場だってこともあって。山登るのもこの格好なんで。どこ行くのもこの格好。滑落するときもこの格好。湯がいたよ。一回動かないと油だらけだからな。ね。大臣じゃないですよ、あの人。野々村さんはね。地方議員だよね、あの人ね。こんばんはね。あ、チャンサスさん、こんばんはね。今日は焼きそば、太麺焼きそばですね。小松菜と鶏皮で、塩焼きそばで。鶏皮。うまいよな、鶏皮。さやけさんでもね、さやかさんね。吉村さくゆさんから。
ピックね、スタンダードになってほしい、この東京オリンピックが、ね、無観客を開催、無観客オリンピック、これからのオリンピックスタンダードになってほしい、僕として本当客を入れなかったらいいんだよ、もうね、無観客開催十分じゃねえか。これで十分よ。成分確認の一環だからね。観客開催。これからのオリンピックだろ、絶対。どうだ。一見無観客って言うとさ、辛いって感じるよね。これで無観客するおかげで絶対すごい予算が削れるわけだから、客入れの存在じゃん。そこがでかいんだよな、それ。だから谷亮はもう年だからね、もっと若い子もいいやん、若い子。ああ、いい感じなんだよ。もう吐き出せです。でも吐き出せももう早いもん。もう2日だもんな。早いな、ほんとな。まあ早くていいけどね。結局コロナウイルスはさ、暑さにはさ、あ、ダメだね、ほんとに。いなくなるんだから、帰りはさ、去年なコロナウイルスは暑さに弱いようなこと言ってたんだよな。暑いとさ、あれ死ぬようなことさ、コロナウイルス。でも結局、変わんねえよな、コロナって。わかんなかったんだろうな、あれ。ね、去年はそうだよな、あれ。ずっとこうさ、最近あ、ね、30度近く続いてんだけどね。変わんないもんね。うん、しょうがないな。しょうがない。でもね。だからこの顔よ、いつものこの顔、いつもの生存確認よ。コロナウイルスよ、どうなのかな、あれ。自分は一人だからね、飲食しても行かないし、気楽だ、気楽。
失礼しました。最初は焼きそばでした。うん、分かった。あれだけ一人で食うといいね。うん。260g や。うん、あんだけメロンがあるとうまいやん。それで買ってもよかった。うん。なんだな、考えな、あっという間だよな、うん、でも我が家どうもね、健吾さんね、うん、ああ、いいかげん、早いもんだ、ほんと何がいいやんって、ああ早い、ほんと、ね、早いのはいいことだよな、ほんとね、時間が経つの早いのはね、あっという間、ほんとこの間、本当にいつも言うけど、この間だよな。この間、昭和天皇が亡くなったと思ったらね。もうその、30年経っちゃうんだもんな。早いな。僕の世代の人もみんなそうだと思うよ、あれ。この間だよね、昭和天皇亡くなったのってさ。どうもね、鈴木、秋田さん頑張ってね。ほんと早いよ、世の中。まあ、早いのはいいんだろうけどね。まあ、病院の入院してるような人は大変だろうけどね。うん、健康に生きる分に早い方の時間なのあっという間。目まぐるしいよね。それを思えば人生も楽しいよ。うん、あっという間と思えるってことはさ、何出てもさ、うん、ね。どうせ死ぬんだからね、退屈に過ごすよりかはね、退屈に時間が過ぎるよりは、あっという間に過ぎる方がいいよ。特に登山してると、ほんとそうもあっという間だもんね。あっという間に5時間とか経っちゃうもんね、歩いてると。で、健康が一番いいね、うん。ほんと奥多摩歩いてると、それあっという間だよ、あれ。あ、もう5時間も経っちゃったよって感じで。あははいはい、でも楽しいんだよな、東京には奥多摩があってよかったのでもな、大阪ってこの高い山もないもんね、大阪とあの辺でさね、で標高 1000m ぐらいだもんね、あの辺ってね、近畿あのエリアってね、大阪京都奈良とか、和歌山もそうかな。一番高い標高1000でしょ、確か。あの辺だもん、確か低いんだよね。京都と大阪、確実に一番高い山がね、標高1000ないからね、うん。それを思えば、この首都圏って結構高いであれね。あれ東京都の最高峰は、あれ2000ちょいの小踊りだよ。神奈川の汁だけ、なんだっけ、汁かだけだっけ。炭酸があれば 1700g になる。やっぱこっちの方、関東の方が高い山。関東平野っていうでかい平野があるんだけどね。まあそれなりに山もあっていいね、関東はね。関西の人はさ、ね、ほんと。ほんと、意外と紀伊半島、あそこ、ね、近畿って。うん、山、少ないけど。でも、平野も小さいもんね、あそこね。あ、どうも。あ、でも、畑ありなさん頑張ってね。うん。耐えてることはヘリクツだからね、ヘリクツし。で、みんな耐えてることはそうよ、ヘリクツとか言うけどさ。視点を変えればさ、すべてのことはヘリクツだからね。視点の見方変えればさ、ね。なんかの基準の置き方の違いよ、みんな。お互い頑張るみんな。ヘリクツ、こう、おめえのはヘリクツだって言ってもさ、それにそう言ってるヘリ、そいつもヘリクツだからみんな。みんな言ってしまえば。視点の違いでさ、見方の違いで大抵みんなヘリクツね。それはもうそう思って考えると面白いよ、みんな。みんな言ってること変わんねえか、大した。今日は焼きそばで、パーさんどうも、今日は焼きそば、太麺焼きそば、鶏皮と小松菜で塩炒めで焼きそば、おいしくいただいた。で、今日はこれ、セブンアンダイのストロングのやつさ。
みんな行くし、みんな、ね、みんな行ってもしかんないからさ、それでいいのそれ。それ分かって上で楽しめばいいわけよね。いろんなメディアもね、あ、こういうことやってんだなって、うん、全部分かって、あ、なるほどねって。分かった上で楽しまないとね。うん、それ分からない人がさ、文句言うんだろうな。まあ、その文句も、まあ、面白いけどね。豚足はね、食わない、あんま食わないね、僕はね。うん。うん、そんな食わないよ、豚足はね。あんま売ってないしな。豚足はさ、なんだあれ、ドンキホーテ行くとさ、煮込んだで売ってるよね、あれね。あれ買ったことないけどね。あれぐらいかな、あんま。スーパーで豚足は売ってないやん。あんま売ってないね。あ、そうか、ココス中村は売ってっか。結構売ってる、ココス中村って、ゾウモスケ結構売ってるからな、そこ。ココス中村ね。都内にある食品スーパー、ココス中村。町屋にもあって。結構都心にある、あと谷中とかさ、麹町とか、都心部にある食品スーパー。あ、結構ね、ゾウモスケ多いでんだ、ココス中村って。ゾウモスケ。うん。豚レバーなんかブロックで売ってたり、あそこね。うん。そんな感じだわ。うん。麺が好きでね、僕はね、うん。ソフト麺が好きでね、うん。なんでね。先輩からしょうがない、あの人はね。先輩でもないね、別に。先輩ですよ、安倍首相でしょ、もともと。途中でさ、任期途中で辞めちゃった。安倍首相の方が悪いよ、あの人の方が。結局。そうだよ。そうなると、飯原さんと一緒でさ、いつも元気として辞めちゃうんだもん、あれ。菅さんはしょうがないよ、あの人はもともとね、うん。安倍首相がそっち途中で辞めちゃったからだよ、あれ。つまらんですけど、もしょうがないね、うん。菅首相のこと悪く言ってくれたら、あれはしょうがないだろ、あの人。もともと本当、官房長官の座なんだ、あの人もね。首相の座じゃないけどさ、周りがお世話になっちゃって、安倍首相が辞めちゃったからさ、しょうがないんだ、あれでちょ。なんで安倍さんと今日やめるんだろうね、あれ、ほんとね。ほ、うんとね、しでえな、安倍首相。でも、一部になんかニュース聞いてるとさ、あれ、また菅さんの時に安倍首相という説もあるみたいね。なんでだろう、なあ、ほんと。あの人、なんか辛くなるとさ、お腹痛くなるんだもん、安倍さんってさ、あの人。持病になる人はさ、ねえ、あんま。仕事とかやんない方がいいよな、ほんと。ああいう人はね。まあ、しょうがないけどね。安倍さん、そうだ。前と一緒だ、今回もね。持病が悪くなってね、見たんだよな。ね、だから、しょうがないんだよ、任期途中だからさ、ほんと、ね。菅さんはさ、しょうがないで、その後ついて、いや、うん、そういう人が菅さんは、あの人。そういう主張だからさ、だからそう思ってみてくださいね、菅首相のことさ、もともと。安倍首相の代わりにやってると思ってくださいね。本当は安倍首相がやるはずだったんだから、あの人はね、もう病気が悪くなって辞めちゃったんだからさ。そういうことを忘れてるよ、皆さん。菅さんそんな悪くないって、本当。ということで、それは、ないです、普通。よほどのことないとね。だもんだ、あの人は。菅首相ってそんな悪くねえだ、あの人。ハゲがさ、少ないだけだよね、まあ、同じか。で、ほんと、大阪のさ、あれ、クーダオル銀座にほんと来てるよね、スピーチがさ、あれ。クーダオル銀座。あんま言わないけどね、みたいじゃさ。でも僕見てると思うな。菅首相とあのクジャオラ議員長、なんか似てるんだ、あれ。うん、ああ、似てるなと思って、僕はあれ。似てるよね、あれね。フィーチがさ、クジャオラ議員長と安倍首相、ね。たわりなとこがさ、なんか似てるよね。じゃあ、今日はこの辺で終わろうかな。おやすみなさいね。ありがとうね。おやすみなさい。今日はこの辺で終わるね。ありがとう。おやすみなさい。また明日。一応よかった、0時前で。おやすみなさい。
でもまた松本さんもね、さんもどうもね。じゃあ最後はこの歌で締めようか。泉谷しげるさんの春夏秋冬で。季節のない薪に生まれ、風のない丘に育ち、夢のない家を出て、愛のない人に会う、人のために良かれと思い、西から東へ駆けずり回る、やっと見つけた優しさは、人もたやすくしなびた。春を眺める余裕もなく、夏を乗り切る力もなく、秋の枯葉に身を包み、冬に骨身をさらけ出す。今日で全てが終わるさ。今日で全てが変わる。今日で全てが報われる。今日で全てが始まるさ。季節のない薪に生まれ、風のない丘に育ち、夢のない家を出て、愛のない人に会う、隣を横目で覗き、自分の道を確かめる、また一つずるくなった、当分照れ笑いが続く。汚いところですが、島があったら寄ってみてください。ほんのついででいいんです。一度寄ってみてください。今日で全てが終わるさ。今日で全てが変わる。今日で全てが報われる。今日で全てが始まるさ。はい。春夏秋冬でした、今夜の最後はね。この歌いいね、僕はね。一日の最後、終わりに歌うといいね、この歌はね。いろいろ動画見るとさ、この春夏秋冬のとこね、いろいろ見てるとさ、コメントでさ、一年の終わりにこの歌がいいとか言う人いるけど、僕はね、一日の終わりに歌うといいと思う。一日の終わり、僕の中に。一年って言われて、一日の終わりに歌うと、また明日頑張ろうってなるこの歌を歌うとさ、まあおやすみなさい、また。母さん、どうもね。こんばんはね、この子さん、どうも。じゃあ、また明日おやすみなさい。今日早かったね、だから。さて、オーラスはいつもの、これで締めようか。上を向いて歩こう。一人ぼっちなんでね。上を向いて歩こう。涙がこぼれないように。思い出す春の日、一人ぼっちの夜。上を向いて歩こう。滲んだ星を数えて思い出す夏の日、一人ぼっちの夜。幸せは雲の上に、幸せは空の上に、上を向いて歩こう。涙がこぼれないように、泣きながら歩く、一人ぼっちの夜、思い出す。秋の日、一人ぼっちの夜。悲しみは夏星の影に、悲しみは月の影に。上を向いて歩こう。涙がこぼれないように、泣きながら歩く。一人ぼっちの夜。では、今日はこの辺でおやすみなさい。今日は早かったから0時前だね。ちゃんと歌ってもね。ではまたね。